はい、皆さんこんにちは、伝説の D です。さあ、いよいよ本日より第五人格に大型アップデートが来て、新シーズン、シーズン26が始まるんですが、この大型アップデートによっていろんなキャラクターに、バランス調整というのがね、入ります。でですね、なんと、このバランス調整なんですが、新たに、3キャラクターに変更が、入ったということがね、明らかになりました。ということで、この動画では、その変更があったキャラクターのね、調整内容について皆さんに詳しく紹介などしていきたいと思います。ですので、よかったらね、動画の方を最後まで見ていってください。で、まずは今回、入るこのキャラクター調整についてなんですが、僕がですね、以前、こちらの動画で、紹介しますので、もしね、こちら、まだ見てない方は、よかったらこちら見てください。基本的にはこの動画で紹介したものと、同じようなね、調整がきます。骨董商、機械技師、囚人、踊り子、炭鉱者、冒険家、マトカケ、ウタンダイカニと白黒無常、アンデッドというね、本当にたくさんのキャラクターにね、今回調整が入るわけですね。でですね、今紹介したキャラクターの中から、2キャラクターにですね、この調整内容の変更というのがありました。まず1キャラクター目なんですが、骨董商です。骨董商ですが、新たに弱体化というのがね、1つ増えました。まずは元々あった弱体化ですが、この章を使った時の減速効果が 25% から 15% に低下、気絶時間が 1.2 秒から1秒に低下というね、こちらの弱体化は、このままで、適用されます。で、これに加えてですね、新たに左遷式、右遷式、転身によるこの章の耐久の消費が 15% から 17% に増加しました。というね、弱体化が追加されました。ですので、この章のね、この消費が今までよりも多くなると、そういったね、調整になります。これによってね、粘着の時に使えるこの章のね、回数というのが今後ね、変わってきますので、かなりこれに関してはね、大きい弱体化かなというふうに思います。僕もね、ちょっと骨董商はもうちょっと弱体化入ってもおかしくないと思っていたので、これはね、納得の弱体化なんじゃないかなというふうに思います。そして続いて2キャラクター目ですが、今画面に映っているこの新サバイバー記者ですね。記者に大きなね、調整が入りました。記者ですが、弱体化と強化が、どちらもね、入りまして、まず弱体化の部分です。一つ目の弱体化が、この救助神殿の幻影の出し方なんですけど、今まではね、この記者と幻影の距離が最大で30メートルまで、離れた状態から、この幻影を出すことができたんですが、これがですね、30メートルから25メートル、まで短縮が入りました。続いて二つ目の弱体化ですが、こちらも同じく救助神の弱体化になります。今まではこの幻影を、このロケットチェアの真横に出すことができたんですが、これからはですね、この椅子の5メートル以内には出すことができなくなりました。ですので、前ね、動画で紹介したこんな感じのね、椅子の真横に幻影を出してすぐ救助してもらうという、最強の使い方が、ちょっとね、今後はできなくなるといった、弱体化です。はい、ということで、記者に関してはですね、この救助面の2つの弱体化が入ったわけなんですけど、正直言うとこの弱体化が入ってもまだまだ救助強いです。この椅子の真横に、ね、出せるというね、理不尽な救助ができなくなっただけで、全然ね、安定した救助はできますので、そこまで大きな影響はないかなと思います。で、しかもですね、こちら今弱体化をお伝えしましたが、強化というのが、入ります。まず一つ目の強化ですが、この記者は幻影との距離が8メートル以内の時に足が速くなる、能力があるんですが、このね、足が速くなるパーセントが、記者本体が 8% から 10% に上昇。そして、幻影の足は 5% から 7%、それぞれね、2% 足が速くなるという調整が入りました。この能力本当に便利でね、この幻影が近くにいるだけで足が救助の時も速くなるし、チェイスの時も速くなるので、とてもね、この記者目線嬉しい強化かなと思います。そして続いて二つ目の強化なんですけど、これがね、めちゃくちゃびっくりしたんですけど、なんと新しい能力というのが今回ね、追加されました。それがですね、なんと、この記者のロケットチェアの発射速度が 10% 低下するという、まさかの椅子耐久がつきます。いや、これね、もう大きすぎます。本当にこれ大きすぎます。このキャラクターはね、救助がもうめちゃくちゃ強いんですけど、その代わりね、チェイスが少し難しいという、点があるんですけど、今回のこのバフの追加によって、もし追われても、この椅子耐久が長いことによって、この試合を有利に進めることができるというね、化け物キャラになりました。いや、本当にね、これは驚きです。弱体化入りましたけど、正直、強化の方がね、大きいので、実質、今回強化が入ったと、思っていただいていいかなというふうに思います。そして続いて3キャラクター目ですが、なんと新たにクー君に、少しのね、強化が入りました。クー君はね、もともと、この強化、弱体化の情報がなかったんですが、今回、新たにね、加わった形です。その内容が、クー君が信号地を打った時の方向判定を回転しました。
現在は発砲中、弾が発射されるまで空軍は持続的にハンターの方向を向きますという、そういった調整です。まあ、ですのでね、今までよりも少し銃が当たりやすくなったのかなと、思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。以上がですね、変更があった3キャラクターの紹介でした。まあ、空軍に関してはね、どれくらい変化があるのかはちょっと実際使ってみないとわかんないので、ちょっとね、実際に使うのがね、楽しみです。いやーにしてもね、まさかのね、調整でしたね。いや、記者すごいな。まさかのこのディス耐久はやばすぎるって。いや、これ本当にこの 10% ってめちゃくちゃ大きいですからね。さあちょっとね、ハンター来たのでチェイス頑張っていきましょうか。で、今回、ま、骨頭症のこの弱体化も追加されて、あとね、今、このウェイバーの法則が、発動して足速くなってますけど、このウェイバーの法則もね、皆さん弱体化来ますからね。そう、今回はちょっと変更があったところだけ紹介し、オッケー、そこ一発当てていきましょう。紹介しますけど、ほんと全体的にサバイバーは、弱体化が入ってますので、ちょっとね、このシーズンが変わってからね、やるランクマッチ、ちょっと気をつけてください。あれ、こんなんだったっけってなると思います。フェーバーの法則もね、これね、加速の時間が5秒から 3.5 秒に変更されて 1.5 秒短くなってるんでね、そこをちょっと飛び越えていきましょう。で、この骨頭症もね、この症の消費が 15% から 17% になったのが、まあ、これが実際どれくらい影響があるかですよね。どうなんだろうね。ただ、まだまだ全然強いような感じもしますけどね。17% だったら。まあ、でも今までよりも1回分は少なくなるのかな、おそらく。まあ、それぐらいにはなるのかなと思います。さあ、ここもちょっと章を使っていきましょう。いや、めちゃくちゃ強い、本当に。いや、骨頭症強すぎるでしょ。いや、これがね、ちょっともう本当最強だからな、骨頭症な。さあ、ここも当てて、次の板まで行きましょう。いや、楽しすぎる。このキャラ楽しすぎるでしょ。いや、もうね、皆さんこの映像はもう見れないんですかね。これで多分最後の動画になるかな、骨頭症のこの強弱体構えは。さあ、ここフライホールで逃げて、よーし、オッケー。いやー、強すぎる。いや、完璧だね。いいね。いや、これまだチェイス伸びるぞ。よーし、よーし、よーし。さあ、ここまず石像を避けて。いやー、いいねー。いや、でも寂しいね。僕の、今回ね、大好きな機械技師がですね、弱体化入るのでね、ちょっとそれがね、本当にね、寂しい。おー、ここ、タゲチン？あれ？下に、瞬間移動。瞬間移動だったんだ。おー、すごい、タゲチンさせた。まさかのファンチだったのに。タゲチンさせたんだけど、いや、すごくない？これもう勝ちでしょ、絶対この試合。いや、完璧すぎる、最強です、骨頭症は。いやー、いいね。ちょっとじゃあ、ここ解読しましょうか。まあ、本当でも楽しみですね、新シーズン。かなり環境もね、大きく変わると思います。記者のね、新サバイバー、記者の登場によって、救助職がすごい安定するようになるので、そういった面でね、結構編成がね、変わってくるような気がしますね。まあ、今はね、この傭兵がバーンされた時に、まあ、一等航海士とかね、墓守が出るようになったけど、まあ、その代わりにね、多分、すごい増えると思います、記者。本当に強いんでね、僕テストサーバーでもう何時間もね、この、記者使ってね、まあ、試合とかやったんですけど、もうマジで傭兵、なんなら傭兵より救助安定しますからね。特にね、救助狩り、まあ、傭兵でも難しい、ボンボンとか、でも、ほんと安定して救助ができるんで、そういった面ではね、すごくいい。まだね、やっぱその分、チェイスがね、ちょっと難しいっていうのがあるんですけどね。まあ、最初はね、この記者の、ね、原因を使ったチェイスが、まあ、すごい、刺さると思うんですけど、そのうち結構ハンターも慣れてきてね、原因をすごい、うまく回避してきたりすると思うんで、まあ、ちょっとそこら辺はね、苦労しそうですけど、まあ、今回のこのね、まあ、強化によってね、追われても大丈夫というね、ことになったんで、本当に、もう強すぎます。じゃ、ちょっとここ宝箱開けようか。再開もう、この試合絶対通電するんでね。通電後にね、準備整えていきましょう。で、まあ、その強化なんですけど、10% の S 耐久って言ったんですけど、いや、これ本当に大きすぎて、10% あったらですね、まあ、うたたね、この人格のうたたねをつけると、その 10% をさらに、増やすことができるんですよ。うたたねってね、その元々ある S 耐久から何%増えるっていう感じなんで、元々のその椅子耐久が長いとね、そのうたたねの効果もね、すごい増えるんですよね。だから相性がいいということで、そのうたたね記者とかね、食えそうだね。いや、ほんと僕もね、早く使ってみたい。いや、早くアップデート終わらないかな。これこの、この大型アップデートのアップデート前に撮ってるんですけど、ちょっとね、早く来てほしい。いや、もう楽しみすぎる。新シーズンがもう本当に楽しみすぎる。おー、待って、ボール出たんだけど、やばすぎ、ちょっと、ボールマジでボールやだな、なんか、あ、マジでこれあるあるだよね、このランクマッチの。なんか余裕ある、あ、絶対この試合勝てるみたいな試合でさ、
こういうなんか余裕のある、ね、意味わかんない引きするんだよな。そうギリギリの試合の時にこういう引きしてほしいんだけどな。ねえ、本当に、ね、そういう時は出ないんだよな、ボール。さあ、これ、あ、ちょっとやばい、これ、ミスったな。あー、これ、ミスったね。ちょっともっと安全に使えばよかったね。これは僕の、あれ、油断が出ました。油断が出ました。本当に僕の悪いところ。もう、有利すぎると油断が出ちゃうのよ。ダメですからね。絶対真似しないように。さあ、どうだ、これ、いけるかな。瞬間移動した。あ、でもこれ、大丈夫だね。サイチちゃんが、中間で待機してくれてるんで、これは、いけそう。うん。まあ、本当ね、ぜひ皆さんも今回のこの挑戦に関しての意見とかね、コメントで教えていただけますととても、嬉しいです。あと今回のアップデートでね、このゲームの仕様とかもすごい変わってるので、アップデート後ね、ちょっとびっくりしないようにね、気をつけてください。まあ、僕もね、他の動画でそういったアップデート内容について触れてるので、ちょっとそこね、よかったらね、見てみてください。さあ、ということで、さあ、こっちゲートが開くかな？大丈夫かな？うん、大丈夫そうだね。まあ、あとですね、まあ、この動画投稿日の、まあ、12時か1時ぐらいかな、新しいガチャのね、動画も上げようかなと思ってますんで、よかったらガチャの動画も楽しみにしててください。はい、ということで今回の動画もご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。動画見てくれてありがとう。これからも第五人格の最新情報やプレイ動画をアップしていきますので、よかったらチャンネル登録お願いいたします。それでは、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。